地獄門は1953年10月31日公開の日本映画である大英製作配給監督は絹笠定之介主演は長谷川和夫イーストマンカラースタンダード89分日本初のイーストマンカラー作品で大英にとっても初の総天然色映画となる平家物語や 原平清水期などで語り継がれた、今朝とも離島の物語を題材にした、菊池博士の儀曲、今朝の夫が原作。色彩指導に、洋画家の和田密造起用して、平安時代の色彩の再現に努めた。本作は、第7回カンヌ国際映画祭で最高賞である、グランプリ第27回アカデミー賞で名誉賞と、衣装デザイン賞を受賞した。 平野清盛の五福島参りの留守を狙って起こされた平治の乱で平安忠は焼き討ちを受けた御書から上皇とお妹上西門院を救うため身代わりを立てて敵を欺いた上西門院の身代わりとなった今朝の車を譲る遠藤武者森藤は敵を蹴散らして彼女を彼の兄森忠の家に届けたが今朝の美しさに心を奪われる 清盛派の献身の首が保正寺の三文字獄門に飾られ、森藤は獣医を突破して、五福島に急行した。各手とに攻め入った兵士は一挙に、源重やブリランは治った。今朝に再会した森藤はますます心を惹かれ、論功交渉に際し、清盛から望み通りの賞を与えると言われるや、即座に今朝をこうが彼女はすでに御所の侍、渡辺渡るの妻だった。 しかしあくまで、彼女を忘れ得ない煩悩に苦しむ森藤は、かもの比べうまで私に勝利、その勢いのまま祝宴の席で場所柄もわきまえず、私に真剣勝負を挑み、清盛の不況を買う。自精神を失い、ついに狂気に取り憑かれた森藤は刀を手にけさとおばの、左は脅かす。従わねば、私の命がないと知ったけさは、夫、私を殺してくれと偽り、 自らその身代わりとなって、森党の手により絶命する。数日後、頭を丸め相違をまとった森党は、党を離れて、苦悩の旅に出て行く。長谷川和夫と慶町子奥田久氏によると、大英本社でこの映画の企画が上がった際、社長の長田正一が大乗り気だったのに対し、社員たちは全員反対した。これに怒った長田社長は、それなら俺一人でやる。と、強引に、 本作品の制作に踏み切った。結果、カンヌ国際映画祭で、グランプリ、アカデミー賞で、衣装デザイン賞と名誉賞を獲得した。カンヌ国際映画祭で審査委員長を務めた、ジャン国ーは、これこそ、美の到達点と本作を絶賛した。2011年、東京国立近代美術館、フィルムセンターと、角川映画の共同事業として、 撮影助手として本作に関わった森田藤郎の監修、アマジカの協力のもと、オリジナルネガより三色分解したマスターポージなどを素材に、当時の色彩を復元した初のデジタルリマスター版が制作され、同年5月2日、NHKBS プレミアムで放映された。ありがとうございます。